はい。皆さん、こんにちは。ワネリグルビシです。では、今回は、信長の、いつも信長の野望って言ってしまうんですけども、EU 法だけ、信長プレイ、続けていきたいと思います。で前回はですね、宿敵、甲斐の武田、これを倒したので、今回はいよいよ、倒幕、天下取り、京都を取っていきたいというふうに思っています。まあ、ただ、いろんなところでね、まあ、戦争による疲弊が溜まっているので、まずは内政からしっかり見ていきたいと思います。では時間をまったり進めつつ、始めていきましょう。まずは経済だよね、経済。ああ、請求権の捏造ね。これ結構起きるんですよね。プラス 1.65 か。となると一時的に、要塞を全部無効化しちゃいましょう。これで、外交上、経済上 4.18 まで、金の収入が改善したので、このまま一旦待ちましょう。これでお金が増えていく傾向になると思います。で、あとは人的資源がもうスカスカというか、もうゼロですからね。ここゼロって出てますけど。で、あとはミッションが完了できるものがあるねというふうに出てますね。これかな、武士道の伝統。これによって規律が 1.5% か。20年間 OK だ。あと続いて本土化すればこれも手に入るね。本土化しちゃいましょう。いくつか大和本土化する。これでミッションのエクスパンドザ国家が完了しますね。年間の維新がプラス1、年間の正当性がプラス1ですね。で、中核集化していないところは中核集化しなくてはいけないところかな。甲斐を中核集化しなきゃいけないかな。で、では部隊を動かしていきましょう。まず主力6500、これを美濃駅艦させます。で、続いて前田軍5000、これ摂津にそのまま駐留させよう。もう一個どっかにいるはずなんだ。どこだったかな。あ、ここにいるね。下総に雪軍が5000。この5000もちょっと動かせるようにしときましょうかね。播磨に用意しておきましょう。で、足利軍と激突すると思うので、まあ、幕府軍ですね、これとの戦闘に備えます。いや、人的資源が枯渇しきってるので、なかなか兵力が回復はしてこない状態になってますね。当然ながら歩兵をかけてもちょっと厳しいんだろうな。薩摩は何？足利軍の勢力圏に入ってるな、これ見るとね。何？尾張がカトリックに改宗。まあ、信長らしいといえば信長らしいだ。これで軍の配置は完了。金と資源とか欲しいので、まあ、なんとかね、お金と資源がアップしていく
人的資源の方ですね。まあ、ちょっとそういう動きを模索していきましょう。安定度は今、プラマイゼロ。悪くないね。で、できればね、このアジア重兵をもう少しレベルアップしていきたいところなんですけどね。ここがなかなかハマっていかないところになっているのかな。もうちょっとね、軍事力を上げていくには、底上げをしていく必要があると思ってるんですけど、まだ、技術が追いついてきていないかな。収穫収穫が完了したところがあるね。じゃあ残った貝、ここも収穫収穫しましょう。これで収益、お金の入りはさらに良くなってるはず。 4.50 まで改善してるね。で、艦隊もちょっと下げちゃおう。で、そろそろね、あの目標にしている海外進出、これのために船もね、作っていかなきゃいけないかなと思ってるので、艦隊の方もね、ちょっと用意を始めていきたいと思ってます。キャラック作るのに34かかるのか、お金の話ですね。で、キャラベルだと 13.6。ガレー船だと 6.8。で、コグ、これ輸送船ですね。これだと 8.1。いずれにしてもちょっと数が全然足りないな。で、優れた剣。新しい刀鍛冶が我々の軍隊にとって、比類のない品質の剣を生産し出荷している。マジか。これは？金が必要だって言うと、だかと、まあ、つまり金が133枚ってくる。これは大きいな。まあ、でもここは陸軍の伝統銃を獲得しとこうかな。ダカット133はでかいけどね。陸軍の士気も落ちるとなると、これから幕府軍と戦うので、一度ここは金をまあ惜しまずに陸軍の士気を優先しましょう。さあ、ではそろそろ幕府軍との海戦準備整いましたね。軍の方も完全に回復してます。では、倒幕の総仕上げと行きましょう。宣戦布告。では、早速、まず足利軍11万か。うん、1万1000が入っている。部隊に対して我々も1万の軍で攻撃を仕掛けましょう。同時に京都の制圧にも入ります。まあ、ここでまずね、足利軍が逃げていかないね。いるいる。ここでしっかり勝つ必要があるからね。これで幕府と開戦したことによって、いくつかの国に対して開戦地位を得ると同時に、反信長包囲網が再び結成された形にはなっちゃったかな。よし、まずは幕府軍を撃破できそうだな。
徹底的に幕府軍を追撃して壊滅させていきましょう。下総が芝に取られるのか。まあ不本意だけどしょうがないだ。よし、丹後の占領完了したので急いで。なあ、新門が取られた。取り返しに行こう。武蔵までしか進行できないね。なので武蔵まで一旦進行して新門の奪還戦に挑みましょう。幕府軍を徹底的に蹴散らさなきゃいけないからね。そしたらどこの救援に向かうかだな。3000しかいないので、この3000を使って、まずは、薩摩の方、足利軍から解放しに行きましょう。まあ、幕府軍ですね。で、京都を鎮圧していかなきゃいけないし、下総の奪還。これも果たしていかなきゃいけない。まだまだ戦勝点が足りないからね。まあ、敵には北条軍がいるのでね、まだまだそういう意味で言うと油断はできない。では少し時間を早めていきます。武蔵の占領が完了したので、下総の奪還に行きましょう。で、民族、女児氏。ここは年間の維新が1だけ、ダカッと 12.21 を失うのか、維新5を失う方がまだマシだな。で、金が、余裕が出ているわけではないものの、そろそろ建造も始めていきましょう。キャラク。キャラベルを5隻ほど。ガレー船も3隻ほど用意して、まあ大艦隊を用意していきます。よし、備前の奪還完了で、薩摩も奪還していきます。よし、京都の戦いも終結。京都を取ったのはでかいな。佐竹領へ進攻しよう。全体的には優勢に戦いは推移していると思うので、このまましっかりとこの状態を維持していきます。
で、幕府からの和平協定交渉は無視。もうね、拒否とかじゃなくて、無視ですね。資本家が特権要求か、これするとどうなんだろう。商人組合に対しての忠誠が、まあ、プラスマイナス働くわけだな。まあ、一旦拒否しておく。商人ごときに、この信長が屈するわけにはいかない。まあ、そういう感じですね。ポルトガルの使者。これは、熱帯木材の多くは木工において非常に、優れている、脆いと考えられていたですね。で、OK しかないので OK にすると1821年までの間 50% 変動、価格がね。銀閣寺。東山文化の影響を受けて人々は何らかのインスピレーションを求めていた。我々の顧問は銀閣寺と呼ばれる新しい寺院を、新しい寺院っていうか、まあ銀閣寺自体はね、奈良時代とかでしたよね、確かできたの。ダカット30をさ、払うお金がないんだよね、そもそも今。佐竹軍が今下草に駐留してるんだな。これをなんとか蹴散らしたいな。ただ下位にいる3000未満の兵ではちょっとここは太刀打ちできないので、一旦信長の8000が到着するのを待ちましょうか。よし、8000が動かせる。信長の8000で。何？ユキさんが去っていっちゃったのか。しょうがないな。反乱。イズムの放棄。よし、早速討伐戦に向かおう。三河でも敵が、足利軍が動いているので、まあ家康の領地は守ってあげましょう。出雲で放棄した敵部隊も、敵というか、まあ、反乱軍かな、反乱軍も撃破ができますね。ただちょっと兵力の消耗が。何？しかも出雲の戦い。負けてるし。マジか。これは痛いな。泥沼になってきてるね、戦いが。反乱軍が鎮圧できないでいるのがちょっと痛いな。この反乱軍をどう潰すかだね。しょうがない。一度反乱軍鎮圧のために信長の本体を出すしかないな。備前に出雲と取られたわけだな。
何？板倉さんも、古老の武将なのに、去ってしまったのか。武蔵の選挙も完了。そしたら陸前に進みましょうか。まあ戦勝ポイント見てもらって分かるように徐々にね、我々の方が優勢に戦いを進んでるので、このまま優勢に戦いを推移させていきたいので、また反乱か。筑前でも反乱。反乱が多いな。まあ、陸前で伊達の領地を召し上げて、その後かな。北条軍も邪魔くさいしね。農民軍も京都で放棄。しょうがない。一度軍を返してでもこれらの反乱を鎮圧して回りましょう。本当に邪魔くさいね、反乱軍。安定度をちょっと統治力使って回復させてもいいかな。その動きを行いましょう。このまま行くとなかなか思ったように戦いが進んでいかないので。で、筑前。ここも奪還する。出雲の包囲戦も完了。じゃあ、出雲の包囲戦を行った8000の軍は、これこそ本当に陸前に戻しましょう。いやー、どうかな。北条軍潰すっていうのもありだけどな。まあ、一旦陸前に向かわせます。で、筑前の戦い終わって、越前の踏み絵。今度は越前で、カトリックか、邪魔くさいな、本当に邪魔くさい。まあ、ただ、幸いにも、ちょうど、信長軍の行軍経路にあったので、鎮圧がすぐに完了しましたね。これは嬉しいな。よし。これで反乱軍に抑えられていたところは、奪還したかな。さらに、ついでに薩摩も、解放しておきます。で、兵2万を、改めて、武蔵へ。で、さらに、北条軍の残党も、まあ、まだ残党ではないのか。北条軍も潰しておきます。で、船も作る。信康が死んだか。家康の後継者、信康。もう時代1585年まで進んでるからね、そうは言っても。
朝鮮は織田を新しいライバルとして発表、望むところだ。この後朝鮮出兵するからね。ではちょっと時間を早めていきます。何、丹後が占領されてる。またかよ。しかも京都も危ないと来た。反乱軍、本当に邪魔くさいね。小田原の、北条の本拠地、小田原城を落とせば、また反乱か。駿河ね、今度は。すぐに潰しに行く。が、ちょっと勢力がでかすぎるな。1万1000の軍だもんね、敵は。一瞬で駿河が占領に置かれてしまった。奪還する。死なの？いやーもう本当にさ、反乱軍の後が途絶えない。そんなにさ、今情勢悪いのかな。安定度マイナス1か。これプラマイゼロまで持ってくるじゃん。何？シナノの戦い負けてるし。マジかー。やってくれるな。一向一揆ねー。まあ、ここは戦闘避けよう。もう、ただでさえ今、苦しんでるからね、反乱軍。よし、相模がようやく集結した。これで信濃を制圧して、陸前に上り、一気に敵を駆逐して、この戦いを終わらせる。で、お金はないけれども、お金が本当にないね。ないけれども、とかって言ってる状態でないほどに金がなくなっている。あと、軍事要塞も一旦無効化する。これで、経済状況は好転するでしょ？で、あとはですね、開発も進めちゃおう。今は金が欲しいからね。
99% になった今の状態でさ、和平結べるんだったら結びたいけど、どうなんだろう。ちょっと交渉してみる？まあ、京都一帯含め、すべてをよこせというのが、もちろん条件にはなるけどね。で、金も、ないから、ちょうだい。まあ、拒否するよね。100% にする必要があるんだろう、やっぱり。となると、敵国側を確認しましょう。足利北条佐竹芝。芝と伊達だな。芝と伊達の領地を召し上げれば戦いが終わる。愛を発見。もう本能寺の変があった82年は唐の昔に住んでますからね。さあ、これで戦勝点がまだ99か。あとは足利が治めている残り2カ国。ここを取る必要があるんだな。ちょっと待ってね。時間の進みが早すぎるので一旦時間の進みをとします。宴。いやー、ここは金だ。金をもらう。これで全敵国の領土を取ったことになるんじゃないかな。ならない。どこが足りてないんだ、あと。敵国は、足利。足利も潰したでしょ？佐竹北条。ちょっと一個ずつ確認していきましょうか。アイヌはどうでもいいよね。安藤も、まあ味方だから関係ないでしょ？で、陸奥。この辺りも、信長の領地に編入されてるからね。下総も味方でしょ？足利に占領されているここだ。下総を取り返してやらなきゃいけないんだな。信長の軍は、とりあえず、尾張へ帰還します。下総を取ればそれで終わりになりますね。この戦いがいよいよ。安定度を増加させる。これによって、ひとたび、反乱の芽を摘んでおきましょう。でだ。で、下総を取り返したでしょ？あとはどこだ？まだ和平交渉するにあたって 99%。残り 1% がどこなんだ？どっかにいるんだな。ちょっとすいません、確認していきます。が、丹後だ。丹後が反乱軍に取られたままだ。ここを取れば終わりだな。今度こそ終わりのはず。
いや、長いこの戦乱が、ようやく終わるな。新兵の招集。そうだね。全然いないからね。これでようやく、戦勝1000にな、うん、100% になったので、ここで、すべての領土を我々に差し出せと、いうその要求が、通るはずだ。金も32よこせと、いう話だね。じゃあこれで、ついに、足利幕府が、倒れたと、いうことになります。京都陥落。これでミッション完了だね。で、朝鮮に対して、海戦事業も得たということで、こっからが本当の、信長の野望スタートですね。では、ちょっと長くなってきましたので、今回はじゃあここまでにさせていただこうと思います。我が征夷大将軍ってなってるからね。では次回はね、朝鮮出兵に向けて、内政の立て直しと、あと海軍をね、今まで全く強化をしてきていなかった部分なので、海軍強化を、急いでやっていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。